皆さんこんにちは。2023年社会保険労務士椛島道場全科目究極ファイナルチェック労働編ですねを始めていきたいと思います。レック専任講師の椛島です。よろしくお願いいたします。はい、第1回目ということで、労働編です。まあそうですね、全部で社労士試験で10科目ありますけども、この第1回目にですね、労働編ということで、科目が5つ入っております。労基、安永、そして労災、雇用、そして徴収と、はい、いうことで、まあ全部均等に同じ問題数ではありませんけども、まあ中でね、その辺の問題数はわかると思うんですけども、全部でトータル5科目で160問かな。はい。いわゆる空欄二択チェック形式を使ってね、はい、もう早速ちょっとスタートを見てますけども、この空欄の中に枠の中に、問題文があってですね、その文章の中に、このスタートの1番だと設問が2箇所用意されていて、丸1か丸2かどっちか選んでね、言葉を文章を完成させていくと、はい、そういう形式で、頭の中をしっかりチェックしていこうということです。はい、そんなに難しい問題は多くはないです。はい、あれですね、基礎論点をチェックするということで、はい、本当にね、この試験の直前期に一番必要なのはやっぱり基礎固め、ということで、学ぶ場というよりはチェックする場、ということで、頭の中にしっかり定着しているぞというのを確認 しながら安心して進んでいきましょう。はい、ではいきます。まずは労働基準法ですね、全部で40問あるわけなんですが、まずは1番目はこれ、はい、法3条の趣旨いきましょう。はい、使用者は労働者の国籍、信条または、はい、何でしょうか、を理由としてと、なんちゃらについて差別的取り扱いをしてはならない。さあ答えは、はい、もうすぐ答え言っちゃいますよ。はい、こうやって一緒に問題を読んで一緒にもう答えをね、その場で出していきます。はい、答えはどちらもね丸2番です。はい、国籍、信条、そして社会的身分、この3つを理由として、はい、さあ2つ目が丸2番ですね。賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。これが労働基準法第3条均等待遇の規定ですよね。はい、ということ。ちなみにここで言うその他のね労働条件、その下星のところにも書いてありますが、これその他の労働条件、解雇、災害保障、安全衛生などなど、はい、かなり広い概念だということ。ただ雇い入れ、採用についてはこの労働条件の中に入っていない、ということ。はい、ですね。はい、関連の判例ということでその下を用意しております。この星印にはその問題に関連するようなね、ことが書かれているわけなんですが、ただちょっとね、時間がありません。はい、全部で160問あるわけです。70分10分休憩、そして70分ですから、140分なんですよね。140分で160問見ていくので、この関連情報を全部はお話はできません。はい、というのはもうあらかじめご了承いただければと思います。はい、ということで、こういった星印の部分も加味して、見れる方はですね、ぜひぜひ、試験直前の総ざらいをしていただければということです。はい、さあ関連判例、ということで関連の判例ということでね、2つ目の星印ということで、はい、これ最後のところですね。雇い入れ後における労働条件についての制限ですから、雇い入れそのものを制約する規定ではないと。はい、要するに3条の規制の対象にこの雇い入れは含まれていないんだということね。はい、というのを、この最高裁の判例も支持しているということ。つまりこの判例一番言いたいことは、どんな人をどんな条件で雇うのか、っていうのは自由なんだということね。はい、ということを必ず頭に留めておきましょう。ちなみに星3つ目、第4条との比較も、ね、忘れないでいただければというふうに思います。はい、第4条もこれ、差別禁止の規定ではあるんですが、これは男女同一賃金の原則ですから、ここは賃金だけ、今回のね設問のところは第3条だと賃金、労働時間、その他の労働条件ですけどね、はい、こっちは狭いんだということをしっかりイメージしておきましょう。はい、では次に行きましょう。2番、もっとスピーディーに行きますね。はい、2番です。強制労働の禁止、使用者は、はい、暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の自由を、はい、答えは1番です。不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して、労働を強制してはならないと。はい、これいわゆる第5条の規定なんですけども、この規定、に違反した場合には、はい、下星印の2つ目にあるように、労働基準法上最もね、重たい罰則の対象になるんだと。これ突出して重たい罰則につながるという第5条強制労働の禁止規定、必ずね頭に留めておきましょう。はい、ちなみに今回の問題の焦点ともなりましたけど、不当にという言葉ね、3つ目の星印、はいこれ不法なものという意味ではない、だからたとえ不法合法を、不法ではなくて合法だとしても不当となり得るんだということを必ずイメージしておきましょう。はい、ここはこれで終了。次いきましょう。3問目。はい、テーマは使用者、この法律で使用者とはと使用者の定義ですね、使用者は3つで成り立ってましたね。はい、事業主、事業の経営担当者、もう一つは、はいその他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする。はい、答えは丸1ですね。すべてのものを言うと、はいということ。使用者の定義は広いんだということを必ずね頭に留めておきましょう。はいということです。下の星印にもあるように、これは労働法全体でもそういう考え方をしますけど、形式主義ではないということね。はい、部長とか課長とかの役職名称にとらわれることなく、形式ねとらわれることなく、はい、実質的に一定の権限を与えられているか否かで判断しましょうということ。はい、形式ではなくて実態で判断せよということ、必ず頭に留めておきましょうね。はい、留めておくというか頭の中に入っていることを確認してくださいね、ということです。さあ、ここはこれで終了。次いきます。4番、賃金ですね。はい、事業上でなんちゃらとしての平均賃金の100分の60を上回る制度を設けている場合は、その全額がなんちゃらであって賃金とはならない、ということで、はい、設問2箇所なんだけど、これどっちも同じものが答え、となります。はい、これ答えは休業保障をですね。はい、1つ目も2つ目も休業保障ということで、はい、OK でしょうか。はい、休業保障、これその後に賃金とはならないというふうになってますよね。はい、ということだって休業手当ならば賃金に該当しますからね、ということ、はい、休業保障は賃金ではない、ということです。仮に100分の60ですね、これを上回る制度を設けてたとしてもです、その上回る部分も含めて賃金とはならないが正解ですね。はい、あと例えば今回の話だったら休業保障は賃金ではない、休業手当は賃金だみたいな感じで、はい、その下2つ目の星印、はいですね、ここ通勤手当は賃金だということで非常にシンプル、ですね。こういったところをしっかり、押さえていただければというところです。はい、以上です。では次に行きましょう。はい、お次は、はい5つ目ですね。はい、平均賃金です。さあこれ、どうでしょうか。答えは5番、平均賃金、原則として平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前、はい、日以前、はい、3ヶ月、もう答え言っちゃいましたけど、大丈夫ですか。はい、思わず言ってしまいました、今。1番、3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、はい、その期間、つまり3ヶ月間の総歴日数、つまり、丸1番ですね、総日数で割ったもの、これを平均賃金と言います。はい。その下のね、星印、ですね、はい、のところ。それぞれの算定事由発生日ということで、そもそも平均賃金は5箇所でしか登場しないんですよね、ということだから、この5つは全部当然頭に入れた上で、はい、それぞれの算定事由発生日を押さえておきたい、ということ。過去の試験で一番狙われているのがこのいわゆる91条減給の制裁に関する制限ですね、はいについては制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって算定事由発生日とする。そこから遡る3ヶ月間に払われた賃金総額を3ヶ月間の総歴日数で割ったもの、それが平均賃金です。さあ次に行きましょう。6番、契約期間に関する話、これはどうでしょう。はい、これ設問が3箇所あります。はい、ちょっとすぐ間に合わなそうだなという場合は一旦止めて、答えを出してから、続きを聞いていただければと思います。はい、じゃあもう私は答えを言っちゃいますよ。はい、これね答えは全部1番です。全部1番ですね。この問題のテーマはというと、最後契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないという話、ですね。その場合そもそもの有期契約ってどういう契約、どういう有期契約なのかということで、はい、括弧の中です。当該契約を1回以上更新し、かつ雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに、かかるものに限ると、はい、そういう有期契約を単発で、そういう契約なのであればその期間間をできる限り長くするよう努める努力義務が使用者にはあるんだということです。はい。でこれと比較したいのがその下、雇い止めの予告規定です。はい。最後ね、少なくとも30日前までに、雇い止めの予告、まあ解雇予告に準じた規定ですけどね、はい、雇い止めの予告をしなければならないと。っていう場合のこの有期契約、期間の定めのある契約ってどういう契約かっていうと、こっちはですね、3回以上更新または1年を超えてっていうね話、はい、3回以上または1年を超えて。で今回の問題、できる限り長くするよう、要はできる限り長くするよう配慮を求めるという話については、1回以上更新かつ1年を超えてと、はい、接続詞も注意しながらしっかりと抑えておく、そんな感じですね。さあ次に行きましょう。7番、絶対的明示事項をすべて選んでくださいということで、はい、どうでしょうか。まあ、丸1から丸5番までありますけど、この中から絶対的明示事項を全部選んでくださいということ。答えはですね、4つあります。はい。答えは1番、2番、そして3番、そして5番ですね。はい。つまり丸4番の退職手当以外のすべてが今回選んでほしいものだったということ。絶対的明示事項でした。まあ、言うまでもなく必ず明示しなければならない労働条件のことです。はい。一方で丸4番は、ね、退職手当は相対的明示事項だと言いましたが、はい、その下星3つ目ね。はい。相対的明示事項というのは定めがある場合には、ですよね。定めがある場合には必ず明示しなければならないもの。ということは定めがなければ明示しなくてもいいものということね。はい。必ずこうやって説明できるようにしていただければと思います。はい。では次に行きましょう。8問目。はい、です。8問目。使用者は前借り金その他労働することを条件とする前貸しの債権、さあこれどっちが正解でしょうか。はい、ということで答えはこれ1番ですね。はい、まあ、要するに借金と賃金を相殺しちゃダメ、差し引きしちゃダメっていう話だよね、ということです。下の星印にもあるように、前借り金の貸し付けを別に禁じたものではない、ということ、ね、金銭消費貸借契約の関係性にある人を雇っちゃいけないとか、雇った人にお金貸しちゃいけないとか、そんなことは一言も言ってない、ということ。ただただ借金と賃金を相殺するなっていう話、ということ。はい、給料から引いていいものじゃないよっていう話ですよね、ということです。まあもちろんそれを本人が望むなら別ですよということで、下2つ目の星印です。労働者が、自己の意思によってこれ相殺することは別に禁止はされていないんです。はい、だ17条はまず原則論的に禁止はしていますけれども、労働者が望むなら、ねっていうことで、はい、労働者が望むなら別に OK ですよっていうのが2つ目の星印の趣旨です。さあ次に行きましょう。9番、貯蓄金の管理、使用者は、はい、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせまたは貯蓄金を管理する。さあ答えはどっちでしょうか。さあこれ何なんでしょう。労働契約に付随して、貯蓄金の契約をさせまたは貯蓄金を管理する、これを何ていうか、これを強制貯金と言います。はい、強制貯金はね、労働基準法第18条で禁止しているんです。ということで答えは2番、契約をしてはならない。強制貯金は禁止だよってことを知ってるかどうかだし、そもそもこの問題文で強制貯金のことをイメージできたかどうか、そこに尽きる問題かなと思います。はい。ちなみに強制貯金があれば任意貯金って概念もあって、はい、2つ目の星印ね。はい。任意貯金については労使協定、をまあ前提としてね、書面による協定、労使協定を届け出るっていうのを大前提にして、まあ、その他にも条件をクリアして、はい、ね、その任意貯金っていうのは認められるんだということ。まあ、一応その下の2つ目の星印にあるように、社内預金と通帳保管というふうな感じで、任意貯金って2種類あるということですね。はい、まあいいでしょう。ここはこれで終了。次に参ります。10番。はい、10番、設問2箇所。はい、これはどうでしょう。はい、テーマは解雇制限です。使用者は、はい、労働者が業務上負傷したために休業する期間及びその後30日間は解雇制限かかるが、療養開始後、はい、答えは丸2番、3年を経過して、はい、使用者が平均賃金の1200日分の、はい、答えは打ち切り保証ですねを支払うんだったら、その制限が解除される。解雇制限が解除されるということは、使用者は労働者を解雇できるようになるという話、はい、ですね。まあ、解雇制限のパターン、そして解雇制限の解除がなされるパターン、これをしっかりと頭にね留めておいてください。はい。次のページ、のところに星印が言ってますけども、はいね、これそうですね、この解雇制限、今回の問題は業務上っていう話でしたけども、ね、業務上で、の話、あともう一つが産前産後ですね、はい産前産後の場合も休業期間プラス30日間は解雇してはならないというね、話。はい、でその、解雇制限期間中なんだけども解雇していいよっていう一つの、ね、条件、それが設問の打ち切り保証ですよね。でもう一つのパターンはということで、それが星印の一つ目、もう一つのパターン、解雇制限解除のもう一つのパターンはキーワード転載事変ですね。はい、でこっちは労働基準監督署長の認定が必要になってきますので注意していただければということです。はい、さあ次に行きましょう。11番解雇予告の話に参りましょう。はい解雇の予告の取り消しに対して、はい、労働者の同意がないんだったら、はい、労働者の同意がないということはもうその一度行われた解雇の予告、解雇通告、これって取り消せますかって話。取り消せないよね。取り消せないってことは要するに、はい、答えは丸1番です。取り消せないってことは自己都合退職に切り替えるなんてことはできないよ。つまりそれが自己退職の問題は生じないって言葉なんだよね、ということ。自己退職の問題は生じないというのはそういうことです。自己都合退職に、ね、都合よく変えるなんてできないよっていう話。はい必ず頭に留めておきましょう。ただ裏を返すと、はい、その下星印にあるように裏を返すと反対解釈ですね。裏を返すと、労働者が具体的事情のもとに自由な判断によって同意を与えたんだったら、そのなされた、解雇の予告の意思表示を取り消すことができるんだということを必ず頭に留めておきましょう。はい、以上を。では次に行きます。12番退職証明、に参りましょう。使用者はあらかじめ第三者と図り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍身上社会的身分もしくはなんちゃら運動に関するなんちゃらをし、または、はいね、退職証明書に秘密の記号を記入してはならない。この秘密の記号だってこれ空欄にされる可能性ありますけどね。はい、さあ、これ答えは12番。答えは1つ目が丸、2番労働組合運動に関する、はい、2番通信ですね、ということ。はいちょっと独特な表現が多いところなので、十分これ出題を注意していただきたい、はいということですね。退職証明書に関しての関連ということで、その下の星印、これもしっかりチェックしておきましょう。はい使用期間、業務の種類、ね、地位、賃金、退職の自由について、証明書を請求した場合に使用者は直ちに、直ちにじゃない、遅滞なくこれを交付しなければならない、ということね。ただ本人、その下も書いて、おきましたけど、本人が望まないことは入れちゃダメっていうね、書き入れてはならないと、そういうルールがあります。では次に行きましょう。13番はいです。賃金支払い5原則に参りましょう。はい、これ今回の改正論点ですね。はいということで、指定資金移動業者ということで、その下の星印、今回の改正で、要件満たせばいわゆるなんちゃらペイですね、によって賃金を支払うことが可能になりましたよねということです。さあ今回の問題どうでしょうか。設問は1つ、答えははい答えははい。これ1番ですね。労使協定が必要なんだということね。はい、これ必ず頭に留めておきましょう。はいその他にも今回のこの改正点というかね、この話結構数字を伴ったりもしますので、必ず改正講座のテキストをもう一回見ていただければというふうに思います。はい、では次に行きます。14番休業手当に参りましょう。はい労働基準法26条、使用者の責めに帰すべき自由、下の星印1つ目も合わせて、使用者の責めに帰すべき、ね、自由に、よる休業の場合には、平均賃金の6割以上払いなさいと、それが休業手当だよね。はいさあその使用者の責めに帰すべき自由とはと、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた、概念と言うべきであってと、はい、民法536条で言っている債権者の責めに帰すべき自由よりもこれ、広く解釈すべきだと。はい広く使用者側に起因する経営管理上の障害を含むものと解するのが相当だと。はいだから労働基準法のこの26条に該当する可能性って結構高いんだっていう話ね。それも要するに全て労働者を守るためですよね。ということ、使用者のために帰すべき自由を広く取ると、それによって労働者をより強く守れることになるじゃないですかということです。はい、さあ次に行きましょう。15番労働時間の特例です。まあ原則があっての特例ですよね。はい。じゃあ原則って何かって言ったら、週40時間、そして1日8時間上限っていう、あれが大原則だよね。じゃあそれから見ての、この特例規定っていうのは、はい、ということで、これスタート、保険衛生業で常時何人未満の労働者とか言ってますよ。ああ、これあれだと。そう、44時間特例ですよ、これ。っていう話です。ということで、はい、1つ目が10人、10人未満の商業、映画演劇業、保険衛生業、接客娯楽業ですよね。で、40時間特例、44時間特例、丸2番が正解です。で、ただ1日の上限は変わらず8時間です。はい、ということ。1番、2番、1番が正解です。はい、じゃあ次に行きましょう。16番。です16番1ヶ月単位の変形労働時間制、ですね、はい、ちょっとこれ時間の関係で、読みませんが、設問は2箇所答えを入れて、いただければと思います。答え言っちゃいますよ。はい、答えはどっちもね1番、どっちもじゃない、ごめんなさい、1つ目が1番の8時間、2つ目も8時間なんだけど答えは2番ですね。そうなるとね、はい、どっちも8時間が正解です。はい、ということ。もう最初から8時間を超える時間を定めたんだったら、例えばじゃあ10時間って決めたんだったら10時間を超えて労働した時間です。またそれ以外の日はって設問ね、後半、それ以外の日ってことは要するに8時間を超える予定じゃなかった日、つまりあまり忙しくない日でね、その場合は8時間を超えた時間が時間外労働となりますよって、そういう話です。はい。まあ、これは1日単位の話ですけども、1日単位の話、あとその下の星印、1週間レベルで見た話、そして3つ目が変形期間、法定労働時間総枠で見る話、こうやって3段階で時間外労働に該当するかどうかをチェックするんだよねっていうことです。さあ次に行きましょう。17番フレックスに参りましょう。はい、設問は3箇所。さあこれどうですか？答え入れちゃうよ。はい、生産期間が、はい、丸1、1ヶ月を超えるものである場合と、上限は3ヶ月ですね。はい、1ヶ月を超えるものである場合と、はい、生産期間における総労働時間うんぬんかんぬんと、はい、2つ目の設問はこれ丸1ですね。はい、丸1、1ヶ月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間平均、して1週間あたりの労働時間が、はい、答え丸2、50時間を超えないものとしなければならないと。はい、つまりどれだけ、自分で忙しい1ヶ月を作り出したとしても、平均に直したときに、週平均で50時間以内にしなきゃいけないんだということ、はい、っていうのを必ずここでイメージしていただければと思います。はい、ちなみに生産期間が1ヶ月を超える場合にはですね、下の星印、これ監督署長に労使協定の提出が必要になってきます。はい、頭に留めておきましょう。はい、あと2つ目3つ目、星印、これ時間外労働になるのはどういうケースなのかということで、まあ、特に最後の星印についてはこれ、令和元年のね、これ労働基準法改正で、そもそも生産期間が1ヶ月を超える可能性、というか、まあ、生産期間の上限が1ヶ月だったのが3ヶ月になったっていうのが令和元年の改正点なので、必ずこの3つ目の星印まで押さえていただければというところです。はい、さあ次に参ります。18番。はい、18番、1年変形制においてと。はい、さあこれはまあその後で対象期間が3ヶ月を超えるような1年変形制に限られるって言ってますから、答えはそうなると丸1番、1年あたりの労働日数ってことになりますね。はい、この3ヶ月超えだと労働日数に、制限があるということになります。はい、それに限られるって言ってますから、答えは1番です。確かに1年変形制にはですね、丸2のね、1日とか1週間の労働時間の限度規定もありますよ。あります。ただ対象期間3ヶ月超えに限られるのはって言われたら、答えは1番ってことになりますね。はい、ちなみに下の星印にあるように、1日あたりの労働時間の上限は10時間、1週間あたりだと52時間。これ1ヶ月変形制には、まあ、フレックス制にもない、条件ですよね、これ。ということです。はい、さあ次に行きましょう。19番。はい、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するためには、はい、そもそも何が必要？はい、答えは1番、労使協定ですよね、の定めが必要。さらに1週間の各日の労働時間を少なくとも当該1週間の、はい、開始前、丸1が正解ということです。ちなみに1週間のね、この非定型的変形労働時間制って、そう下の星印3つ目30人未満の小売り、旅館、料理、飲食に限られる話だよね、ということです。さあ次に行きましょう。20番休憩の規定ですね。はい、20番です。所定労働時間が、はい、7時間である場合に2時間延長するときは労働時間は9時間となり、はい、そうなるとということで、さあこれどうでしょうか。これ休憩時間はということで、もともと7時間だったわけですから、はい、ってことは7時間だったら45分で足りるわけですよね。でさらに2時間延長ってなったわけで、そうすると9時間つまり8時間を超えることになるから、ということでどうなる、さらに、15分ってことになりますね。合わせて1時間必要ですからね、ということ8時間を超えるんだったら、ね、合わせて1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなきゃいけない、ということで、はい、答えは丸1番そして次が丸2番ということになります、はい、さて次に行きましょう。21番の問題に飛びます。はい、21番使用者は、はい、労働者に対して毎週少なくともはい、毎週少なくとも、はい、どうですか1回でねの休日を与えなければならないと。なお毎週同じ曜日に休日を与える必要なんてないよね、そんなルールなかったよね、ということです。はい、だから原則1週間というのは日曜日から始まって土曜日までということなんですけども、その日曜日から土曜日までの間に各週休みが1日あれば OK、ということ、はい、別に同じ曜日に毎週しなきゃいけないなんてないわけですから、必ずその7日に一度休日がなきゃいけないなんていうルールもないよね、というのは必ず頭に留めておきましょう。はい、さあここはこれで終了。次に行きます。22番、はいに参りましょう。はい、22番サブロック協定、ですね。労働基準法36条に関連する労使協定、はいは、はいそのなんちゃら効力はとありますが、労使協定といえば何効力、はい、答えは免罰的効力ですね。これは、はい、届け出により、生するということだよね。はい、唯一ですよねこれ届け出が効力発生要件になっているのは、はいということで、まあ、1つ目の星印にも書きました届け出をしない限り免罰的効力は発生しない、これがサブロック協定最大の特徴だと、他の労使協定にはない特徴だということで、免罰的効力は有するんだけどもそう民事的効力は持ってないよね、ということ、民事的効力は持ってない、わけです、はい、ですから、労働協約とか就業規則とかに別途の根拠規定が必要だみたいな話があったよね。それを忘れないでください。終わり。次に行きます。23番、はい、さあもうすでに、スピード感を感じていると思いますが、このペースだと残念ながら終わらないです、はい終わらない、なので、もっとスピードをアップさせていきます、はい、だから例えばこんな問題みたいに長いのは読めないですからね、はい、もう皆さんに読んでもらう前提で、はいということで、さあこれ答えは何でしょうね、ということでこれ特別条項付きのサブロック協定を仮に定めてたとしてもですね、はいここ鍵括弧に書かれているこの規定、これをやらなきゃいけない、要は複数月の平均、複数月の平均1ヶ月あたりの平均時間を、はい、さあ何時間を超えないこと、答えは1番80時間を超えないこと、これが求められるんだと。でこれに違反した場合には罰則の対象になり、答えは、はい、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるということ、まあ、この下に書きましたけど、これ36条の第6項の話の中の括弧3から今回出題したということです。だからこれ括弧1も括弧2もこれ違反したら罰則で同じ6ヶ月以下の懲役30万円以下の罰金の対象です、はい、では次に行きましょう。24番、割増賃金ですね。はい、所定、始業時刻が9時、で、まあ要は、ね、その次の日がお休みなんだと、法定休日なんだと、はいね、その前日の勤務が延長して法定休日に及んだ場合と、はい、さあこれ、休日労働の割増賃金が始まるのは何時からだって話、答えは午前0時です。はいということ、休日は午前0時からスタートする、歴日で休日を与えなきゃいけないという原則に基づく考え方です。さあ次に行きましょう。25番、はい、労働時間の通算、副業兼業の場合における労働時間の通算は自らの事業所における労働時間と、はいこれは、これ答えは丸1番ですね、はい、丸1番労働者からの申告等により把握した他の使用者の労働時間、自らのところの労働時間と他の事業上での労働時間を通算することによって行う、他の使用者における労働時間については労働者からの申告が原則なんだよねということです。はい、さあここはこれで終了。次に行きます。26番で今回ちょっと触れなかったんですけども、ね、その今の25番の星印の、ねところ、はい、割増賃金の支払い義務、ということで、ね、このまず契約の先後の順で次が、所定外の労働時間の発生順で見ていくんだと。結構ねこの辺の話をこれ通達の話なんですけど、これを事例の、ね、問題で出すっていうことも考えられる話なので、そこもちょっとね注意しておいていただきたいかなというところです。はい、